令和の虎を題材にした長編映画を制作し、全国そして世界に公開したい。はい、では鈴木さん、簡単なご経歴をお知らせください。はい、私は東京都八王子市で生まれました。で、生まれた時に父親がいなくて、母の元で母子家庭で育ちました。で、母が体が弱いこともあって、なかなか家が余裕がなかったこともあって、中学校を卒業してすぐにアルバイトを始めました。で、その生活の中でやっぱり父親に対する反骨心が募っていって、有名になって絶対父親に認知させてやるという思いで俳優を志しました。その後芸能事務所には入ったんですけれども、なかなか仕事がなくて、正直バイトばっかりしてました。で、そういう悶々とする日々の中で、この令和の虎という番組に偶然出会いました。で、その影響をかなり受けて、自分で映像制作会社を立ち上げて現在に至ります。今回のプランを簡単にお願いします。令和の虎を題材とした劇場長編映画を作り、全国そして世界で公開したいです。このプランが思いついたきっかけが、実は林さんの X でのやり取りがきっかけとなりました。1月頃に上田監督と映画作りたいみたいなやり取りをされていたと思うんですけど、それを見て、あ、この二人の組み合わせ絶対面白い、この二人というか令和の虎と上田監督の組み合わせ絶対面白いと思って、今ここで動かなければこのチャンスはつかめないのではないかなと思って、この企画を持ってこさせていただきました。令和の虎を見て自分も起業したいなと思ったってことですか？はい。ほう、そんな影響を受けたんですね。ただバイトだけをする日々で、私ずっと10年ぐらいラーメン屋でバイトしておりまして、ラーメン、映像関係の仕事をするよりメンマトッピングしてる時間の方が長いなと思って。いいですね、素晴らしい。確かにラーメン屋のバイトが長いですもんね。はい、僕もね、正確には覚えてないんですけどね、上田監督は確か令和の虎のことをつぶやいてくれてたんですよね。はい、もうそれですぐもうリツイートして、岩井さんにも LINE して、はい、あの上田監督が令和の虎がおもろいみたいなこと書いてるよってことで、なんかリツイートしたら、なんかこうちょっとやり取りが始まって、それを見ていただいてたってことなんですよね。はい、じゃ、これ今回上田監督とは別個で、いや、実は内諾が取れております。内諾、はい、上田監督も令和の虎の大ファンだと存じ上げていたので、実はちょっと出会う機会がありまして、それで企画書を持ってって、ここでオールになったら監督引き受けますよというふうに内諾をいただいております。マジですか？はい、実は昨日も打ち合わせを、昨日の晩も打ち合わせをさせていただきました、これのために。もともと上田監督と知り合いだったんですか？もともとはもちろん知り合いではないんですけど、私がショートドラマを TikTok とかで上げておりまして、その関連でパーティーとかで出会うことがありまして、そこから仲良くさせていただいてます。ストーリーとしてどういうストーリーなんですか？ストーリーはざっくり、青春×ビジネスというコンセプトで、無名の若者がタイガーファンディングに挑戦する話ですね。ただその中に志願者が、オールになるとは別の目的があるという、上田監督ならではの最後に大の念返しがあるような作りになってます。はい、なるほど。はい、令和の虎がね、映画化されたらいいよね。めちゃめちゃいいよ。ね、面白いよね。そんなめちゃめちゃ乗る気、僕も。ね、演者側だったけど、こんないいことないじゃないですか。嬉しい。ね、YouTube が映画化されるなんてね。すごいじゃないですか。やっぱ新しいことだから、それはすごい企画を持ってきていただいたなって思いますよね。ありがとうございます。新しいことをね、するのはすごいいいと思うんですけど。はい、どうですかね。なんかもっと、私もちょっと全然芸能界とかわかんないんで、はい、なんかもっと見たいなって思えるような要素をもうちょっと教えてほしい。はい、多分我々は身内だから、そう自分ら出れるんだったら金出そうみたいな感じのノリで終わっちゃいそうな気がして、で、それででも視聴者の方だったりだとか世の中の声ってわかんないじゃないですか。はい、で、この場って、その見ていただいてる視聴者の方も、これだったら見てみたいなって思ってもらうような、そういうちょっとプレゼンできたら、すごいプラスになると思うんで、なんかそのあたり、もっとなんか見たいなって思えるような要素をちょっとお伝えしていただけますか？はい、今回は令和の虎色はあくまで題材として使って、実は映画として面白いものを作りたいというのが
戦略です。そのために、まず海外の映画祭に出展して箱をつけてから国内で上映します。あと、はい、あとは映画好きの方だったりとか、あとは令和の虎とはまた違う、ビジネスが好きな層にも、信頼度のある著名人だったり文化人の方からオピニオンコメントをいただいて、この人がおすすめするんだったらという感じで、箔をつけていただくコメントをしていただく予定です。なんか袋を持ってきて何か意味あるんですか？あ、これは、一応、もしものために、私がいろいろ飛んだりしないように資料が入ったりしてます。そうです。そうですね。使うかどうかわからないんですけど。いや、大体僕の感覚ですよ。はい、こういう一流の監督って、はい、本当自分なりに料理するから、うん、なんかストーリーがいまいちな感じがしても、実際に出来上がると、めちゃめちゃ面白かったりするんですよね。本当監督次第だと思うんですよ。はい、まあもちろんね、これ役者さんもそうだけど、たとえ無名な人が主役出たとしても、本当監督の味付けで、もう全然変わるので、僕あんまりこうストーリーが、今聞いてなんかいまいちだなと思うけど、実際は、まあ上田監督に期待してもいいんじゃないかなっていう気持ちはちょっとあるんですよね。はい、ありがとうございます。もう上田監督が、無名の役者を使うことに長けてらっしゃるですとか、フィクションとドキュメントないまぜに実際作られるのが本当にプロフェッショナルでいらっしゃるっていうことですね。あとは、まあ、帝王さんでもきちんと大ヒットを生み出している監督っていうのを踏まえて、上田監督なら絶対面白い作品を作ってくださると私は思ってます。なんかそこはすごくなんか信用してるというか、多分実績もあるし、はい、はい、カメ止めもめっちゃ面白かったし、はい、いいなと思うんですけど、はい、多分面白いものにしていくために、さっき言った令和の虎色をできるだけ薄くしていこうみたいな、薄くしていった方がいいだろうと僕も思うんですよね、はい、そうするとそれは正しいと思うんだけど、エンタメとしては逆になんか僕らが出す意味がだんだん見えなくなってきてるなという気はしてる。出ていいのかなみたいな、うん、俳優としても。あ、それもそうだし、なんか普通の面白い映画にただ出資しませんかっていうのに結構近くなってきてるなと思っていて、なんかトラが出す、まあ岩井社長が出たら一気に令和のトラですからね。確かに。もう隠せないよ。薄めれない。隠せないよ。例えば岩井さんが出なくたって隠せないよ、それは。それはそうですよ。ありがとうございます。その隠せない感じをそのまま出していただいたらより面白くなるのではないかなと私は思っておりまして、なんだ、ストーリーのところにも書いてあるんですけど、日本の社長たちの実態を描くって書いてあるんですけど、世間の思ってる社長のイメージと、多分ここで皆さんが見られてたり志願者の方が見られてる社長の思ってた感じと多分全然違うと思うんですよ。なんか世間の人から見たら偉そうとか思ったりするのかもしれないんですけど、すごい本当にいろんなことを考えて、下の人のことだったり上の人のことだったり考えられてやられてると思うので、このストーリーの中でも一人の虎が現れ、うちで働けと声をかけるってあるんですけど、その人のもとでいろいろ学び直すんですね。なのでぜひその実態というか、その生き様をこの映画にそのまま出していただけないかと思ってます。まさに僕ですね。カーディーナだ。ラーメン屋の映画になっちゃいます。松本さん、カフェの令和の虎カフェの松本さんの回で、島田社長が俺が鍛え直しますよっておっしゃってた。私あれに痺れまして。え、そう、よく見てるね。結構そのイメージでこれは書いてます、それがあれですか、最後にこの手書きで書いてる令和の虎を見た時涙が止まりませんでしたっていうのは実はその回ではないです。じゃあ、プラスコは涙は止まらなくない。あれは涙でんやろ。全部自分じゃないですか。何ですかその回は。その回は日本画家表具師の小谷さんの回を私が拝見して、引きこもってらっしゃったんですけれども、自分には絵を描くことしかないって言って、本当に少しだけ障害が持たれてたりする方なんですけど、本当にここに震えながら勇気を出してここに立ってるプレゼンをするっていう回だったんですけど、本当に素晴らしい回だったんですけど、当時前編と後編がありまして、前編が流れた瞬間にポーカー事件が起きたんですよ。おお、マジか。それでマジか、2週間お蔵入りになって、2週間後に後編が流れたという曰く付きの、へえ、はい、
本当にあの前編が流れた次の日から配信が止まったんですよね。本田さん。かわいそうでしたね。はい、ね本当に申し訳なかったのと、あとちゃんと小谷さん回を言うところがやっぱちゃんと見てきてるなっていう感じはしますよね。はい、あんまり出てこないじゃないですか。はいすね、あの小谷さん回、はい、すごいいい回ですけどね。まあ、今回お金集まらなかったらどうされるつもりですか、ここで。はい、今回オールにならなかったらやらん、あのリベンジしたいです。リベンジ版、はい、ここなんかその方がいいな。お客さんに刺さるよ。ダメだって、ダメだ、美味しいってなっちゃうから。美味しい顔してる、美味しい顔してる。やっぱりここでご承諾をいただかないとこれを作る意味がないと思っているので、はい、今の一言で俺のボードの金額がほぼ決まったんですよ。大丈夫ですか。やっちゃった。すいません。そうですね、ここでオールにするというのがあの上田監督との約束ですし、皆様に筋を通すという意味で来ましたので、もらえなかったら無理やり作るということは考えてないです。いや、めちゃくちゃ鈴木さんやっぱね、女優だから俳優賞もらってるかが分かんない。受け答えもやっぱいいですよね、ほんとね。だからいいんですけど、僕ちょっと一つだけ気になることがあって、はい、ちょっと今日で嘘ついてることないですか。嘘、多分ない、ね、ないと思うんですけど。本当？やっぱね、女優さんだからね。昨日上田監督と打ち合わせしはって言ってました？あ、はい、これに向けて、うん、あの昨晩打ち合わせさせていただきました。そうなんですね。直接会ったんですか？直接、はい、お会いしました。何時ぐらいですか？何時ぐらい？7時から多分大体9時ぐらいかなと思ってます。その時間僕一緒にいますよ。え？上田監督と。夜ですか？朝会わないね。あ、でも私昨日あの中野で一緒に打ち合わせさせていただいたんですけど、昨日？はい、本当に昨日？はい、そうです、昨日。え、ライアーゲーム？林さん昨日上田監督と会ってたの？え、そうですよ。あ、ごめんなさい、あ、違います、あのすいません、あの おとといです、ごめんなさい。私が昨日これの準備でなんか日付感覚がなかったっていうのもあって、あ、すいません、私が間違ってました。すいません、おとといです。ちょっとビビるよね。すいません、下がったね。すいません、ビビる、すいません、これに必死すぎました。あ、今上田監督に LINE したんですけど、うん、鈴木さんの映画化の話って何ですかって来て。あらら、え、LINE 今見て、書いてある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 、 LINE ですか？そう、書いてあるよ。知らないって言ってますよ。え、マジで？だから、え、LINE したんですか？映画化について連携されてるんですねっつったら、ごめんなさい、鈴木さん映画化の話って何ですかって来てますよ。口約束っていうか内諾ではあるので、決まったことではないっていう風な認識なのかもしれないです。でも何ですかとは言わないよね、その場合に。え、決まってないですとか、面白い企画ですね、映画化について連携されてるんですねって送ったら、ごめんなさい、ちょっと鈴木さん映画化の話って何ですか。私のことだって分かってますよ。認識してない感じですね、完全に文章が。一昨日打ち合わせさせていただいたので、私がちょっとなんでそういう風になるかが分からないです。今僕が見たら間違いなく上田監督のアイコンでした、赤い帽子でね。確認しました。え、どういうこと？ちょっとなんか鳥肌なんだけど、どういうことこれ？え、私もわからないですけど、上田さんにあのここでオールを取るようにと言われたので、ここに用意してきてます。それ文面とか何も残ってないですか？その LINE のやり取りとか。まあ基本的に直接お会いしてのなので、文章としては残ってないですね。あ、ごめんなさいね、あのなんで急にあなたこれだけ流暢に喋ってたのがそんなしどろもどろなる？いや、私もちょっと状況がよく把握できてない。でも事実、はい、今林さんが上田監督に LINE したら、僕見たようにああいう文章返ってきてるじゃないですか。いや、でも、はい、意味が全然わかんないんだけど俺。
嘘だったってことではないよね。いや嘘じゃないです。いや嘘じゃないなら ちゃんと説明してくれないとこの場進まないじゃん。いやだからいやあの上田さんが、うん、なんでそういうふうに言うのかわからないんですけど多分勘違いされてらっしゃるなと。いや上田さんが勘違いすることないやろ。いくらなんでもおかしくないこれ。でももし作り話だったら意味わかんないじゃんこれ。はい、ちょっとどういうことよ。ちょっとわからないです。わからないってどういうことだよ。目的何なんだよ。私は父親が私と母を捨てて逃げまして、で母が私を守るために朝と夜もずっと働いて体を壊してしまって、私はずっと父親に対して恨みを持ってました。でいつか見返してやるって思ってて、令和の虎という番組に出会ってその番組の中に父親を見つけました。そのために今日ここに志願者として来させていただきました。何の話だか逆に分かんないですかね。は？いや私はずっと今のをあなたに対して言ってるんですけど、何のことだか分からないですかね。もういいよ帰れお前。お母さんがどれだけ私のために私を守ろうと思ってどれだけ苦労したかわからないですよね。わからないですよね。いやもういいから帰れよ。こんなとこで家族も守れないで誰かを助けようとかおかしいでしょ。お母さんがどれだけ私のために苦労して辛かったかはあなたにはわからないですよね。私は絶対にあなたのことを絶対許さない。あなたが死んでこの番組が終わるまであなたのことを絶対許さない。今日この番組を終わらせに来ました。ちょ待て待て、あカットお疲れ様でした。え？いたんすか？え？はい、戻りました。え？マジで血出た。嘘本当に。顔に当たっちゃいました。ちり紙ある？ちり紙。まマジで血出た。ちり紙あります？すいません。あ、ずれちゃったのか。あ、ちおりかと思った。え、すいません。マジマジ。ごめんなさい。当たるところ。どっから出てますこれ。だろう。顔から落ちたから。顔。確かに。
まあまあ、すり傷ですか？浅いすり傷 ではありますけど、血はいっぱい出ます。医者いないのか、医者は。出ますよ。出ますよ。はいはい。外科医ですよ。大丈夫ですよ。まあ、ちょっと水で洗って、バンドエイド貼っていただく。なんでそんな冷静なんですか？いやいやいや、まあ、医者だからですね。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい。はい、お疲れ様でした。え？どういうこと何から話せばいいの？どういうこと？いや、ほんま。はい、ということで、上田監督です。はい、お疲れ様でした。どういうこと？これ、どういうこと？なかなか説明が難しいんですけど、どうしても僕から説明します。はい、お疲れ様でした。どういうこと？このプランは、嘘です。まず。そうなんですか？ラーメン屋出れる思たんよ、俺。ラーメン屋でね、金額めっちゃ考えてたんだけど、フィクションです。はい、あ、そうなんですか。はい、まあ、ちょっと発端は林さんと岩井さんから、まあ、令和の虎を、まあ、映画化するとしたらどうするみたいなちょっと相談を受けまして、ただまあちょっとそのすぐにはこういいアイデアが思いつかず、まずじゃあその短編版を YouTube でやってみようと、うん、ドキュメントとフィクションが入り混じった何か今までにない映画をその令和の虎でやってみようとっていうのを志願者がプレゼンするんですけど、この回自体がフィクションとドキュメントが入り混じったものになっていくっていうものをやりました。はあ、もうすっかり、はい、もうすっかり。どの辺で変だと思いました？もうナイフのとこがだいぶ後やな。いや、その前からどこまでと思って最初分かんなかったんですけど、その前ぐらいで、なんか林さんが、うん、なんか昨日僕が会ってましたよっていうあたりからちょっと、え、途中までは信じてましたよ。いや、全然信じてました。全然信じてました。全然信じてた。2週間前まで令和の虎見たこともなかった。すごい。好きな社長は、ちょっと待って、俺1位嘘か。やめて。ちなみにここでラストステーテメントになってたらいくら積んでました？ここで350万円。350万円、はい、同じですね。そうですね、均等かなって。またすごい。僕もね、それはもうオールさせますよ。出ますよね、これは。いや、すごいよね。だから2週間でね、役作りをしてくれて、オンラインサロンにも入って、はい、役作り。オンラインサロンも入った。頑張ったな。いや、プロだね。すごい。あ、それプロだね。ちょっと打ち合わせしてたんですか？全部。もう。だから、林さんと僕だけ知ってたんですよ。はい。役割があるんで。なるほど。はい。そうですよね、場面転換で、4人を、いらっしゃった時から騙して。だよ。うまいわ、林さんも。それっぽく言うの。そうなんです。さすがだわ。よくできたプランだし。よく相席食堂まで出てくるね。すごいよ。めちゃくちゃプレゼンもうまいし。上手。プロだね。さすがだ。本当にすごい。2日間ぐらいにわたってね、リハもして。今日を迎えました。いや、すごい。ちょっと鳥肌。この木下さんはあれなんですか、カバンの話したじゃないですか。そのカバンさんめっちゃ、めっちゃいいパス来たと思って、で最後見て、え、木下さんも知ってたんや。まさか。いや、知ってたら振らないでしょ。僕はいらんこと言うなって。でも気になるじゃん、皆さんなんかあったら。もういらんこと言わんといてみたいな。うわ、これをプレミア配信します。で、流して、コメント欄で、いろんなことを書いていただきたいんですよ。うん、で、実際に、こういったものが、映画になって、上演されたらどうなんだっていうのを、上田さんとしては確かめたいんですね。うん、で、ですから、全部これ嘘ですって言いましたけど、これが試金石なんですよ。で、これがもし、いろんな意味で反応が良ければ、具体的にね、これから考えるってことなんですよね。うん、そうです。はい。だからまあ、嘘って言いましたけど、半分嘘ではない、結構ガチで作りました。はい。リアリティを持たせて。ただなんかその、プレゼンパートの部分とかがしっかり伝わってなかったから、あれだったんですけど、わかりました？なんかプレゼンで、イメージ。いや、イメージはわかりました。なんかその、フィクションなんだけど、その中にドキュメントが入っているので、わかりました。で、ポイントポイントで、展開を作るっていう。はい。
のをこれで、まあ、実験したっていう感じですよね。なるほどね。だから自分であの語ってた筋は自分だったんだな。そうですそうです。ああはあなるほど。なるほど、ね。そうですよね。その最初の経歴とかは全然不思議には思わなかったですか。その母子家庭でとか、うん、その見返したお父さんに認知させるために、うん、っていうのはありえるかなって思ってました。ありえるかなと思いました。全く岩井さんをイメージしなかったです。うん、いや意外と最初のとこね、あれ本当はもっと淡々と語るのよプロフィールって。なんで意外とこうなんか饒舌に語るなと思ってどっかで止めようかと思ったんだよね。確かに確かに、はい、それはあったね。でもとりあえず聞いとこうと思ったんですけど、うん、あれそっか、ラーメン屋で働いてたのも嘘ですか。それは本当です。あよかった、はい、何が良かったか分からないけど何が良かったか分からないけどめっちゃ信じたのに。そんな気になる。それも嘘と思う。え、どうみんなびっくりした？びっくりした。びっくりした。鳥肌だよ。分からん、分からん、分からん。うわーもう目覚めたって感じ。瀬名さんはどこら辺から分かって、なんかずっとこうやってる。いやでもどっちなんだろうと思って岩井社長もこれがガチだったらめちゃくちゃ私コメント欄で叩かれると思って笑わないように頑張ったんですけどそれでもナイフでもう絶対違うと思って、やっと笑えた。隠し子がマジでありえるかもって思ったってこと。いやどうか似てねえなと思ってたんですけどいやいやあれでしょ。でもゼロではない、ゼロではないです。ちょっと信じてました。本当の可能性があるから笑ってたらあかんと思って、ちょっと信じてたからうーんと思って我慢してたんですけど大成功ですね。いやいやめちゃくちゃ上手だったよ本当に。いやすごかった本当に、うん、まあ、さらに余談なんですけど、これってちょっとストーリーがあって、まあ、ちょっとやらせっぽい話じゃないですか。瀬名さんが事件を起こしたからこの企画お蔵入りするかちょっと悩んだんだがみんなでマジこれこそ打ち合わせありなんだからそうよ。でもレイブルトのガチだからって言って、あんなんなったからもう一旦ミーティングしたよね。そう見ました。面白いっすよ本当に。あのこれだけ言っておきます。レイブルトの本家で初めて打ち合わせしましたレイブルトの本家は初めて打ち合わせしましたタイムリーですいません。いや映画やりたいっすね。やりたいよ映画。え、監督どうですかこれ。映画がなるかな。コメント欄次第ですか。そうですね、うん、だからちょっとこの短編版で、うん、まあ、視聴者の方がどう思うかとか、うん、そういう反応も集められるよねっていうことでまあやったので、はい、視聴者の方もぜひ感想を書いてほしいですよ。はい、うん、こんな企画をちょっとね考えてみました。はい、ぜひですね、まあくだらねえとか、なんか途中から分かったぞとかってコメントも多分入るんでしょうけども、まあ全体的にどうだったのかをですね、ぜひ忌憚のないご意見を視聴者の方にはいただいて、その結果でですね、上田監督の心が動けば、映画化もあるかなというふうに思ってますので、ぜひ期待して待ちたいと思います。皆さん本当に今日は早朝からありがとうございました。